この8月はですね、ラクダさんの中では過去の問題がぐつぐつ復活しちゃうような星が来ちゃうんですよね。終わったことのはずなんだけど、過去にこの人にこんなこと言われてショックだったなみたいな。ぶり返してくるんですか？距離で怒っちゃうやつ。それと戦ってください、ラクダさん。そういう時どうしたらいいんですか？こんにちは、エルの酒井かな子です。そして占い師の暮れの鳥さんです。はい、占い師暮れの鳥です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、今回も鳥さんオリジナルの方数術を使って8月の恋愛運を占っていただきます。方数術の動物タイプはエルのサイトからぜひ診断してみてください。8月の恋愛運、ランキング形式で発表をしたいと思いますけれども、最下位の、ね、動物さんには運気を上げるワンポイントアドバイスもありますので最後までご覧ください。では早速8月の恋愛運第8位の発表をお願いいたします。はい、第8位になられる方はクジャクタイプの皆さんなんですよね。はい、まあね、クジャクタイプさんはもともとドラマチック、どちらかというと、うん、相手をどうやって感動させるかみたいなこととか結構考えられる方なんですよね。だから例えばちょっとしたプレゼントで喜ばせてみたりとか、相手の人が喜ぶであろう言葉を割とピンときてね、投げてあげられたりとか、本来はそういう恋愛にはね、すごいモテの要素を持つキャラクターなんですけど、この8月に関してはね、ちょっと自分が理想高くなっちゃう1ヶ月じゃないかなと。例えば普段だったらありがとうって言えるはずのことでも、なんだこんだけかちみたいな、まあ生きてると誰でもあると思うんですけども、そういうね、欲張りモードみたいなやつが顔を出しちゃうイメージなんですよね。大変。そしたらどうすればいいですか？ちょっと謙虚になればいいんですかね。まあそのサプライズの大変さはご存知のはずなので、そうですね、こんなことに時間を割いてくれた相手のここねに気づいてあげるっていうことが運気を上げる一つの秘訣かと思いますね。なるほど。求めるではなく努力してくれた部分にこう感謝をするっていうことをすれば、恋愛もなんかこうね、8位を回避できそうですね。できます。はい、ありがとうございます。はい、続きまして8月の恋愛運第7位の発表をお願いいたします。はい、第7位の方はイルカタイプの皆さんですね。はい、イルカさん、イルカタイプさんの恋愛のパターンって、基本的に例えば相手の人と一緒に楽しいことをしたい、楽しいと思ったら、あ、これ一緒にやれたらもっと楽しいだろうな、美味しいものを食べたら、あ、これ一緒に食べたらもっと美味しいだろうなって、結構ねシェアしたがるんです。今月この8月7位にさせてもらった理由はですね、はい、ちょっと目移りの気持ちと戦わなきゃいけないかもねってのがテーマ。もしかしたら今パートナーがいる方なんかは特にね、なんかこの人よりもっと素敵な人いないかなみたいな、まあまあ一種の誘惑がちょっと襲ってくる1ヶ月なわけですね。なるほど。モテ期でもあります。モテ期、はい、はい。だからパートナーいらっしゃらない方は、なんかいろんな方とね、仲良くできるんですけど、パートナーいらっしゃる方にとってはちょっと自分の気持ちの制御が必要な1ヶ月。なるほどね。ってなことで7位にさせてもらいました。はい、自分の気持ちに素直な人が多いので、はい、下手をすると自分が誘惑に溺れるみたいな、ここだけご用心です。そっか、そのシェアしたいっていうのはこう性格だから、なんかそこを履き違えないようにしないとっていうところもあるんですかね。そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、はい、続きまして8月の恋愛運第6位の発表お願いします。第6位の皆さんはラクダタイプの皆さんなんですね。はい、ラクダさんの恋愛運、基本的にはですよ、おおらか、飾らない恋を、ね、楽しめる方が多いのがラクダさんなんですよね。はい、でも今月この8月はですね、ラクダさんの中では、ちょっとね、過去の問題がぐつぐつ復活しちゃうような星が来ちゃうんですよね。過去の問題、例えば、終わったことのはずなんだけど、過去にこの人にこんなこと言われてショックだったなみたいな。ぶり返してくるんですか？そう、ぶり返すみたいな。一人で怒っちゃうやつですね。そうなんですよ。なんか思い出さなくていい時にフラッシュバックすることってたまにないですか？ありますよね。それと戦ってください、ラクダさん。そういう時どうしたらいいんですか？ね、簡単な方法があります、はい、考える時って頭に余計な血というか気が巡りすぎてるので、はい、それを体に回す運動をするんです。運動するとね、考え事をするためのエネルギーが体に回るので、余計な考えが出てこないみたいな。もうじゃあなんかそうなっ
ったら散歩とかすればいいんですかね。あ、散歩とか、うん、あとまあお家の中でできる簡単なヨガとかストレッチとかピラティスとか、はい、あんな感じのことでもいいですよ、ね、え、じゃあブーって考えない方が、追い詰めない方がいいんですね。そうです、ね、基本的にはね6位でそんなに悪いランキングじゃないので、うん、過去のいいことが出てくる、過去の楽しかった思い出が蘇るっていうのも考えられます、うん、でも、はい、嫌な言葉とか思い出しそうになったらちょっとこのヒント思い出してみてもらったらと思いますね。はい、ありがとうございました。はい、8月の恋愛運第5位の発表お願いします。第5位の皆さんは竜タイプの皆さんですね、はい、まあ、竜のタイプの皆さんって基本的に恋愛ではやっぱりいいところ見せなきゃっていうすごい努力家というか、うん、相手だけじゃなくて相手の周りにも認められる人でいいよっていうね、そういうすごい気高さを持ってるってイメージなんですけど、はいはい、このね8月はですね、はい、難しく考えるよりも素直な自分が出てきますよっていう風に運気で出てるんですよね、はい、ちょっと冒険してみたくなっちゃう感じ、はい、例えば今まで行ったことのない旅行先へ相手と一緒に行こうとするとか、例えば話してこなかったようなお話を相手に伝えてみようって思うような、うん、そういう気持ちが出てきます。新しい魅力をパートナーにこう見せていくいいタイミングなんですね。そうかもしれないですね、うん、だからまあこんなん言っちゃうと嫌われるかななんて思って隠してたことを意外と言ってみたくなっちゃう、うん、で言ってみたら意外とあ、なんかそんな風に思っててくれてありがとうみたいに、腹を割ってくれてありがとうって相手に思われるみたいな、うん、そんな風な流れもあるんじゃないでしょうかね。じゃあ勇気を出して素直に接してみるっていうのがポイントですね。ちょっとねカッコつけで隠してた本音をポロッと言ってみるといい流れがきますっていう感じでしょうか、はい、ありがとうございます、8月の恋愛運第4位の発表お願いします。第4位の皆さんは鳳凰タイプの皆さんですね、はい、鳳凰タイプの方はね、うん、基本的に一途です。もう一回好きになったらもうまっすぐみたいな、うん、その代わり一回地雷踏まれちゃうとあ無理バン結構はっきりされてるかな0か100かみたいな感じですね。結構そんな方が多いような気がするんです、見てきた中ではね。なるほど、まあ、でもそれだけ芯があるし、はい、まあ、自分の考えっていうのをちゃんとね人に流されないで持っている方ですから、うん、周りがあんなやつの何がいいのって言ってもちゃんと貫けるまっすぐな、ね、ところが魅力なんですけど、なるほど、はい、この8月はですね、はいはい、まあ、どっちかっていうと、うん、お茶漬けの味ってよく表現するんですけど、うん、特に何かイベントがなくても楽しいよねっていうほどほどな幸せで満足できちゃう、そんな運気なんですね、はい、パートナーのいらっしゃる鳳凰さんは日常を楽しむみたいな感じですか、はい、そうなんですよね。なんか例えば相手が美味しそうにご飯を食べてるのを見て、なんかいいじゃんこんな感じみたいな、幸せの、ね、ハードルが下がるっていいことだと思うんですけど、なんか噛み締める感じですかね。そうですね。じゃあなんかこうパートナーがいらっしゃらない鳳凰さんとかは好きになるハードルがいい意味でちょっと低くなるんですよね。普段は結構ねこだわり派のはずなんですけれども、うんうん、そんなドラマチックじゃないけど素を出せるって素敵だな、うん、そう思える、そんな1ヶ月のはずですよ。チャンス到来って感じですね。そうですね。ただちょっと低くなっちゃう理想のイメージですからねそっか、数ヶ月後あれこんなはずじゃなかったとかならないようにまあそこだけ気をつけてって感じでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、8月の恋愛運第3位の発表お願いします。第3位の皆さんはパンダタイプの皆さんですね、はい、基本的にあんまりこう難しいことをガチャガチャ話し合うよりも、うん、ニコニコ笑ってる楽しい瞬間だけ共有したいよっていう方が多いんです、うん、暗いとか悲しい話題をパートナーに見せない人が多いんですね。なるほどね、まあ、それは優しさとも言えるし、うんそうですね、パートナーからすると腹を割ってくれないみたいな感じに見える場合もあるんですけど、なるほど。ただこの8月ですね、はい、パンダタイプの皆さんは自分の気持ちを言葉にする、そういう星が回ってくるんです、はい、遠い未来の話とか、うん、老後の話とかちょっとその寂しい、まあ、例えば病気した時の話とか、あそういうね遠い未来の話をしっかり2人でする、あるいはそういうことを自分が喋りたくなる。でもそれができるとこう関係性にこう深みが出るっていうか、ね、とってもいいサインですよね。そうなんですね。ちょっとあえて重い話をしてみようかと思う、そう思った時から運は深くなり始める。なるほど。そんな感じはありますよね。もしもパートナーがいない、まあ、そのパンダさん、うん、例えばお友達とか周りの方たちと普段はあんまりしない、はい、あえて私って何が原因で恋できないと思うみたいな、うん、そういう会話をすることで運気が深まるんですね。
コミュニケーションによって愛が深まる星が来ているので、うん、パートナーがいる人も普段あんまり言わなかったことを言ってみる、パートナーがいない人はあえて重い話を周りに聞いてみる、うん、そして運が良くなっていくみたい。なるほどね。なんかこう運気がいいだけに、そういった運気を使って自分を深めるいい月に、ね、なりそうですね。なりますよ、はい、ぜひ楽しいね、はい、8月にしてみてください、はい、ありがとうございます。はい、続きまして8月の恋愛運第2位の発表お願いします。第2位の皆さんは狐タイプの皆さんですね。はい、キツネタイプさんっていうのは基本的にこれ知恵のキャラクター、知恵の数字、知恵のエネルギーを持ってまして、うん、こういうことを言っちゃうと相手はどう思うのかなみたいに顔色、相手のリアクション考えちゃうと思うんですよね。あ、スマートなんですね、スマート、キツネさんね、クール、観察バッチリみたいな、うん、でもね、そのせいでつい素直じゃないみたいなところが出ちゃうんじゃないかと思うんです。はい、相手が望んでる風に自分を演じちゃうみたいな。なるほど。この8月はなんとです、はいはい、もうちょっとそのやめたと、どっちかっていうと、まあ、思ってるように言ってみたらどうなるんだろうって言って、うん、ダメなところとかも含めて見せるキャラになれます。うん、なんか本人も楽になるし、はい、その周りの、まあ、例えばパートナーとか、はい、そのね、周辺の人たちも、あ、こんなキャラなんだってこうね、素敵とかって思う可能性もありますよね。そうなんです。実は愛され運っていうのが2つ目のキーワードですからね。あ、そうですか。自分が可愛い、愛される、そういう魅力がある、うん、それに気づける1ヶ月だと思いますね。はい、キツネさん楽しんでください。最後に、9位と1位が残ってしまいましたが、はい、残念ながら9位となってしまった動物を教えてください。はい、このね、8月の恋愛運第9位の皆さんはペンギンタイプの皆さんですよね。はい、ペンギンさん、まあ、この基本的にペンギンタイプっていうのは隠し事されると嫌なタイプなんですよ。相手がまあどんなことを思っているのかを知りたい、だから聞く、まあ、嫌な言い方すると独占欲が強くなっちゃうキャラでもあるんですけど、でもまあそういう真摯に相手に向かい合う、いいところだけ、表面だけ見て好きになるっていうより内面を見て好きになるタイプなんですね。まあ、だから基本的にはそういう誠実な、まっすぐな方なんだけど、この8月はですね、ちょっと相手の人に対して、あるいは恋愛ってものに対して自分の我が強く出ちゃう1ヶ月なんですね。あえてパートナーに見せたくない面って誰でもあるじゃないですか、はい、でもそれを知りたくなっちゃってついエゴさんみたいですね。そうですね、ねえねえ、私どう思ってんのみたいに、ちょっとこう気になっちゃう、囚われちゃう、執着しちゃうみたいな、はい、執着はちょっとなかなかね、うまく生きづらくなりそうなワードですよね。そうですよ ね、まあ、相手にも相手の世界があるし、はい、その 100% 私を見てってなっちゃうとね、重ってなっちゃいますからね。なんかそんな感じしますよね。しかもね、今もうなんていうんですかね、風の時代というか、こう軽やかにね、はいはい、なんかこう楽しむ時代が来てますから、じゃあその執着をさらっと取れるようなワンポイントアドバイスがあれば教えていただけますか。海外のドラマとか海外の映画だとかをご覧になることですね。現実逃避みたいな感じですか。そうですね、はい、ペンギンさんにとって海外っていうのって案外ね、外国行くの好きとかいうよりは憧れてはいるけど見てるだけみたいなことが多いんですけれども、まあ今この8月、海外を表す星がこのペンギンさんの邪気を、ね、洗い流してくれる位置に出ているので、はい、一つでもね、何かちょっと見てみたりすると、あ、いろんな考え方あるんだなみたいに、ちょっと乗っかかってる、そうです、執着が外れていくんじゃないでしょうか。もし余裕のある方は海外旅行とかも良さそうですよね。旅行もいいですよね。はい、じゃあペンギンさん、海外に目を向けて8月楽しんでみてください。では8月の恋愛運流行る第1位を発表お願いします。はい、お待たせしました。第1位の皆さんはツバメタイプの皆さんですね。はい、ツバメさん、ツバメタイプの恋愛っていうのは基本的にね、すごいバランスの感覚の優れた人が多いですね。はい、自分の意見をこれだけ言ったら、じゃあ相手の意見も同じだけ聞くぞみたいな、釣り合いが非常に取れた人なんですね。平等な考え方ができる人ですから、はい、自分ばっかり頼らない、相手ばっかり頼らせない、このね、感覚が天才的なんですけれども、この8月はですね、すごいね、色っぽい星が巡ってくる。色っぽい星、はい、はい、人を引きつける色気っていうんですか、その恋愛で人を引きつける色気、
これがすごく深くなる1ヶ月ですので、パートナーがいらっしゃる場合は、うん、なんか改めて惚れさせ直すことができるとか、あるいは逆に惚れ直すとかね、そういうね今まで見えなかった魅力みたいなのを互いにね、うん、シェアできるというか再発見。はい、まだパートナーいないよっていう場合は色っぽさがテーマですから、ね、はい、あえてちょっと自分のセクシーな、うん、あるいは自分の、まあ、お顔だとかプロポーションだとか、はい、でここ私魅力なんだよねって言える自分自身が好きになれるポイントを一つでも見つけてください、はい、それがきっかけで人を引きつけるパワーがぐーっと出てきます。うん、なんか自分自身で自分の好きなとこが魅力に変わっていくってすごくいいですよ ね、 そうですね。毎日楽しそう。楽しいですよね、うん、でやっぱり人に愛してもらうにはね、はい、自分がまず自分を愛さなきゃってよく言いません、うん、よく言いますよ ね、 ね、はい、まあ、それをね今月実行されると運気がすごく良くなるんじゃないかなっていう感じですね、うん、はい、ありがとうございました。8月の恋愛運のランキングを発表いたしました。全体運と仕事運も占っていますので、フィルジャパンの YouTube でご覧になってください。鳥さんありがとうございました。高井さんも、あとご覧の皆さんもありがとうございました。はい、はい、ではまた、さよなら。ベルのチャンネル登録もよろしくお願いします。それからいいねももしよかったらお願いします。はい、さよなら。